コーナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、シーサです。池田です。さあ、というわけで今回もやってまいりました。トミーとシーサの二人きりの戦いなんですけども、あれ、トミーさんだいぶふくよかになられました？そうですね、ちょっと丸くなっちゃいましたね。丸くなっちゃいました、はい、でなんか自己紹介の時、池田ですとかっておっしゃってましたけど、トミーですね。あ、トミーさん、トミーです。どっちなんでしょうね。池田ですね。池田店長というわけで今回、はい、トミーさんじゃないんですよ、はい、ちょっとね、諸事情で、はい、まあ、今回ピンチヒッターということ で、ね、池田店長来ていただいてますけれども、はい、なんとこの池田店長、大阪の、はい、とある大型ホールの店長さんでもいらっしゃるんですよね。はい、そうです。はい、もちろんキコーナグループさんの、まあ、どの店舗かの店長さんなんですけれども、今回収録しているのは兵庫県川西市にございますキコーナキセラ川西店さんです。でね、はい、なんでこの川西市に大阪の店長が来たんだっていう話ですよ。そうですね、はい、はい、まあちょっと出たかったというところですね。あ、出たかった、はい、結構キコーナグループさん出たがりの方多いのかないやいやというわけで、まあ、今回ね、はい、トミーさんがちょっと出られなくなったということで、はい、池田店長に来ていただいて、まあ、いつも通り実践の方を進めていきたいと思いますけれども、まあ、なんと言いますか、はい、動画に出てみて、はい、これトミーさんより池田店長の方がいいんじゃないって、はい、なった時は、はい、もしかしたらこの後ずっと池田店長で行くかもしれませんので、はい、トミーさんご覧になられたら覚悟して見といてください。そうですね、はい、その時はもう席を奪おうかなと。そうですね、はい、トミーさんの席をぜひ奪うつもりでやっていってください。はいはい、さあ、そして今回実践させていただく機種は、明日こちらキコーナキセラ川西店さんで、稼働初日となります、はい、マサムネ3です、はい、こちらをね打っていきたいと思うんですが、はい、今回設定5と6を用意していただいてまして、どっちが5でどっちが6かは我々わからないまま打っていきます。そうですね、はい、ね、最後にどっちが5でしょう、どっちが6でしょうみたいな答え合わせをして、はい、まあ信頼なので、あ、こういうゲーム性ですよっていうのもお伝えしながら打っていけたらいいなと思いますので、はい、池田店長、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、それでは今回は池田店長と私シーサとの寝台実践マサムネ3、はい、打っていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。うわあ、出陣に向けて英気を養いですかね。結構それなんかデフォルトっぽいですよね。そうですね、はい、デフォルトっぽい、まあ、色も特に変化ないのかなと。まあ、設定変更後とか、まあ、当たった後とかですね、この画面になっていろんな文字が出てくるんですけれども、はい、お、兵士の士気を高めよう、まあ、一応ここは滞在モードの示唆をしてるんじゃないかって言われてるところですね、うん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 、さあ、そして今回マサムネ3はですね、低ベースの 6.15 機、そしてまあ純増約 3.7 枚の AT 機ということで、基本的なゲーム性からちょっとねお話ししていきましょうかね。まあ、出玉増加のメインはもちろん AT となる今回雪村決戦ですね。雪村決戦を目指していくんですけれども、その雪村決戦突入のメインルートとなるのが真田丸工場戦というですね、白芸攻略戦みたいなやつがあるんですよ。まずは初当たりは、まあ、直撃もあるんですけど、基本的にその真田丸工場戦と呼ばれる、まあ、突破型のボーナスを目指していくということになります。で、その突破型のボーナスの入り口となるのが大きく分けて2種類。1つが、こちら出陣カウンターというものがですね、リールの右側に今0っていう数字出てますけれども、 この出陣カウンターが規定回数に達した時のジャッジ、そしてもう一つが通常時のレア役から突入する可能性があるチャンスゾーン、この2つですね、この2つからがその突破型のボーナスへのメインルートとなります。で、この出陣カウンターのカウントがアップするタイミングは今の通常時の押し順ナビですね、まあ、これが出た時となります。なるほどですね。こちらなんか演出でなんか獲得となりましたけど、あ、それね、竜玉っていうアイテムなんですけれども、はい、それが結構こう重要なアイテムで、なるほど、前兆ステージに行った時なんかにその竜玉から何が出てくるかで大きく本前兆の期待度が変わってくるということですね。なるほどですね。
じゃこの後は少し期待できるということで。そうですね、あの前兆ステージの出陣とかに行った時に解放されると思うので、はい、チャンスと出てますね。お、はい、後期です。なんか引きました？多分ちょっとごめんなさい、あの見てなくて、演奏見てなくてパッと押してしまって、おそらくチャンス目か何か引いてるかと。ああ、はい、レア役の後はチャンスゾーンのチャンスですね。そうですね。お、こちらは早速レア役なしでお家騒動と来ました。まあ、あの前作の政宗2でもありましたけど、このお家騒動を契機に出陣ステージに行ったりもしますね。なるほど、発展、発展ですね。お家騒動、お、チャンスですね。こう聞きました。お、滑りましたね。追加、追加、おお、出陣、いきなり前兆ですか。いきなりですね。ってことは早めにこの出陣カウンターが規定回数に達していたんでしょうね、うんうん、なるほどですね、出陣に行ったっていうことは。で、意外と1回目とか2回目で出陣行くこともあるし、まあ、最大5回のモードなんかもあります、うんうんうん、で基本的には16回目までには、まあ、出陣に行くような感じですね、どのモードでも。またで参戦、そこで今池田店長、あの、はい、竜玉持ってるじゃないですか。これですね、はい、どのタイミングで出てくるかも非常に重要ですね。あ、そうなんですね。竜玉が、はい、後に出てくれば出てくるほどいいとかですか。おそらく、はい、あの発展までそれが出てこなかった時っていうのはかなり熱いイメージです、うん、なるほど、はい、じゃあ演出中、その発展の演出中に出てきた方が良いと。そうですね。なるほどですね。まあ、もちろん消化中に出てきてこう格上げがあったりとかっていうのもあります。なるほど。じゃあここはちょっとレバーに力の入れどころですね。そうですね、はい。勝利の予感、これは熱いんじゃないですか。これは熱いんじゃないですか。期待できそうですね。ちなみに今右側にキャラクター出てます。キャラクター2体出てますね。サスケ、狂乱、これは参戦で勝機ってなってますね。あ、じゃあサスケが出てきた。あ、仮面かぶってるサスケはチャンスアップですね。あ、チャンスアップですね、はい、なるほど。普段は仮面かぶってないので、で今サイゾーっていう女性のキャラが出てきてないと思うんですけど。そうですね、サイゾーがこの時点で出てきてない時点でも熱いです。あ、なるほど。敵将参戦、これでまた出てくるかもしれないと。それでサイゾーが多分参戦するんだと思いますね。あ、はい、行きましたね。あの前作でいうところの影活ですね。はい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 。あ、で竜玉、何だ、格上げ、格上げで一番下にマタベっていう一番強いキャラがいるんですけど、はい、そのマタベが酔っ払えばそれはまたチャンスですね。あ、今多分これ酔っ払ってますね。あ、じゃあもうどれが来ても熱いってやつですね。なるほど。さあ誰が出てくるか、誰が出てくるか。サイゾーじゃないですか。これサイゾーですね、はい。まあ、3人の中では一番期待度の高い対戦相手です。これは当たるな。これは当たりそうですね。さあ、やっぱさすがダイトさん、演出は綺麗ですね。綺麗ですね。はい、当たりました。これで一応ボーナスゲットなんですけど、はい、まあ、さっき言ったように、うん、出陣カウンターが規定回数に達した時のジャッジと、はい、レア役を引いてチャンスゾーンに行ってそこを突破した時のパターンですね、はい、の、そうですね、あの前者の方で今出陣カウンターが規定回数達しての当たりですよということで、これで基本的には、はい、真田丸向上戦に突入します、はい、そこを突破できるかどうかが一番大事です。そうですね、はい、じゃあ行きます。はい、はい、楽しみですね。お、お、これは、ま、何かの格上げの抽選にはなるんですかね。 おそらくやってると思うんですけど。ですよね。基本的にこの後青7が揃って、はい、ボーナスということになりますが、はい、ダブル揃いだと、はい、その時点で雪村決戦が確定します。確定、なるほど、はい、じゃあそのダブル揃いを狙いたいですね。そうですね、はい。政宗はね、7が揃った瞬間気持ちいいとするんすよ。あ、はい、シングル揃いですね。シングル揃いということで、はい、ここからですよ。で、まあ、先にこの真田丸向上戦がどんなものかっていうと、はい、まあ、突破型のボーナスと言いましたが、はい、もうリゼロを思い浮かべていただいたら分かると思います。なるほど。でリゼロの場合は3回突破だったじゃないですか、はい、そうですね。まあ、今回はこれ2回突破すると、はい、
雪村決戦が確定します。なるほど、はい、で最初にその突破率の抽選があります。 50% から 100%、はい、何が選ばれるかどうぞ。わかりました、ではいきます。はい、連打か一撃か。連打か一撃か。一撃いきます。じゃあそのまま押せばいいんですね。そのまま押して一撃の場合はこの、あ、これ、あ、そういうことですね、はい、毒眼刀を押し込む形です。では一撃でいきます。はい、はい、60%。 まあまあ2回突破ですから。そうですね、 60% あればいけた店長。なるほど、ちょっとここはいけそうでいけない感じの%ですねではいきます。お願いします。うわー、これ池田店長の腕が試されますよ、いきなり。でちなみにですね、はい、まず50枚の疑似ボーナスを消化します、はい、バトルの前に、うん、で50枚の疑似ボーナスを消化した後バトルということになります。なるほど。でその50枚の疑似ボーナス中はですね、激アストックの抽選が行われています。ほう、強チェリーで 100%、はい、チャンス目で 12.5%、はい、なるほど。あとはその後のバトルを占う示唆がですね、はい、文字の色なんかでも出てきます。これですね、はい、はい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 、白は普通ですね。なるほど。さあここからです。対戦相手は渡部。あーっと、これは厳しそうですね。まあまあでもこの後ですよ。悪いがここを通すわけにはいかない。チャンスアップ来い。歴戦の武将に要は勝てるのか。爪が甘いぜ。これはもうやばいんじゃないですか。その後、3つのうちのどれが選ばれるか、右に行くほどチャンスです。こっちですね。あはっと、これは厳しい。あーちょっとまだ早速一戦目で負けました。なるほど。これは何かの示唆ですかね。そうですね、終了画面は何らかの示唆です。あ、でも特にそんなに熱いとかではなさそうですね。まあ 5,6 が確定するようなものではなさそうですね、はい、どっちが5でどっちが6かまだ分かりません。なるほど、ではもういきます。はい、はい、まあ、今回の政宗3何が面白いって、ひとたび AT に突入したら設定不問で機体獲得枚数が1000枚オーバーと言われてるんですよね。そうですね。これまで6号機の特徴として高設定は当たりやすいけど伸びづらいとかあったじゃないですか。はい、ありました、ありました。まあ、そのあたりがねちょっと解消されたかなっていうところは非常に楽しみなところですね。そうですね。でまあ、今回低ベースということで、まあ、初当たりも早い当たりに期待が持てますし、うんうん、数百ゲーム回さないと当たらないというものではなく、どこからでも当たりがこう狙えるっていうのもいいところですね。そうですね。さあ15、あ、基本的にどのモードにいても大体15回目までには出陣します。なるほど。大体ですね、裏モードだけが16回だったかな最大で。というわけでこの後いよいよ出陣です。ただ池田店長が持ってた竜玉こっちないんですよ、はい、確かに。あ、ここできた竜玉。お、竜玉獲得。さあ初当たりのチャンス到来です。で出陣も一応2種類あって、はい、出陣そして行軍と呼ばれるですね、上位の前兆ステージがあります。そこに行くと本前兆の期待度約 50% ということで 50% 出、お、竜玉2個になったよ。これは珍しい。めちゃめちゃ強いと思いますよ、竜玉2個は。さあ行きますよ、出陣。はい、行軍の時はここに行軍って出てきます。これ通常の出陣ですね。なるほど。さあ竜玉2つ何に変わってくれるか。これ一応ね、小ぶい三日月目っていう出目なんですけど、あれ、あれ歌が流れてる。音楽流れてますね。歌が流れてる。あのマサムネ3、歌が流れた時はだいたい何かに当選している時ですね。ってことは、うん、もう本前兆濃厚と言っていいと思います。おっと、早速、はい、これで全員じゃないですけど一応雪村が出てくることもあります。で基本的にはこの3人のいずれかと対決するんですが、対決相手が雪村だった場合は、はい、雪村決戦濃厚です。もうその時点で、あ、その時点で濃厚なんですね。はい、なるほど。
敵襲。さあここは又兵衛登場。ただまだ竜玉を解放していません。まだ竜玉解放しません。まだ。これは最後に独眼刀のパターンじゃないか。熱いパターンじゃないですかね。熱いパターンです。まだ解放しませんよ。あーここできた。あー来ましたね。かっこいいでしょ。かっこいい。もうこれが来たら超激アツです。はい、うわというわけでちょっとね羊カウンター15回でしたけれども最初の羊突破。ではこちらも真田丸向上戦参ります。この歌が、はい、あとは真田丸向上戦突破に影響を与えてるかどうかがわからないところ、うんうん、例えばリベロの時は歌が流れたらもう直撃濃厚だったじゃないですか。そうですね。そういうのがあったら嬉しいですね。ダブルで来い。ない。シングル。あ、シングル。さあ突破率。じゃあ連打でいこうかな。いけ。超えろ。よし。もう一度超えろ。おお超えた。そこも超えろ。さあこれは熱い。超えたら 100%。 ああいった。100%。熱い。というわけでやっぱ歌が流れてたのはかなり熱いんじゃないかな。確かにそうですね。で一応この後あの疑似ボーナス消化して真田丸向上戦経由しますけれども雪村決戦確定です。はい、素晴らしい。いやー気持ちいいですね。 100% 気持ちいいですね。もう安心で池田店長の場合は1戦目で負けたので、はい、50枚の疑似ボーナス1回だけだったじゃないですか。そうですね。1戦目突破するとまたその後に50枚の疑似ボーナスがもらえるので、はい、まあ、枚数的にも2戦目行った方がちょっとお得ということになります、うんうん、そうですね。でボタンの周りにこう稲妻が出てたりするとチャンスなんですけど、あ、ここはあれですね、ボタンも何もなかった。あ、なるほど。サスケですね。はい、あ、また押させてもらえるんだ。何回何回押させてもらえるんだろう。いやーかっこいいですね、はい、レインボーの家紋出てきましたね。はい、これで真田丸向上戦撃破、そしてこの後雪村決戦ということになります、はい、で、まあ、雪村決戦がどういった AT かっていうのを簡単にそうです、ね、最初にちょっとお話ししますとですね、 ST タイプの AT、はい、でその ST パートとボーナスパートとあります、はい、で10ゲームの間にボーナスを引ければボーナスを消化してまた10ゲーム再セットですね。なるほど、はい、で10ゲーム間でボーナス引けなければ終了のピンチ。なるほど。でその ST パートとボーナスのループ率が約 88% と言われてますの で、はい、まあ終わらんよねっていうやつですね。まあ確かにそうですね。で特化ゾーンもいろいろあります、はい、これがまためちゃめちゃ面白い。なるほど、はい、ちょっと見ていきましょうか。さあというわけでまずはですね赤菜を揃えて雪村決戦スタートとなります。おおお、すごいっすね。いやすごいですね。で10ゲームの ST なんですけど、はい、まず最初にスケ玉をというものを1個から3個獲得することができます、うん、なるほど。でこのスケ玉がすごく重要。影を2個、おレアが引いた。火薬ですか。はい、あ残念ながらスケ玉1個ですけど、だいたい1個か2個、3個来たら激アツです。でこの中身が何かと思いきやこれ特殊なパターンですね、はい、7ドル確定です。もうあ確定ですか。本当はここに青の子役で 33% とか、はい、黄色の子役で 50% とか出てくるんですけど条件みたいなのが出るんですね。いきなり7をストックしたんで1セット目はこれで確定です。まさかの、はい、で10ゲーム間この青7を揃えることができればボーナスに突入するということになります。はい、でこれで1セット目クリアです。なるほど。いや気持ちいいな。あ、しかも青が出てきた。これは通常あの黄色なんですけど青文字は特殊なパターンですね、はい、なるほど。あー追撃か。はい、
これあの青七揃いの一部で、はい、この追撃っていう特化ゾーンに入ることがあるんですよ、はい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 、これがまたすごいんですよ。いやなんかもうブラックアウトしてましたもんね、はいはい、で追撃は、7が揃うたびに30枚以上の馬の手がもらえます、うん、で7揃いに失敗すると終了のピンチですね。でこれが 60% 以上のループ率と言われてますので、まあまあ強い特化ゾーンです、うんうん、カットインも強いです。はい、これで30枚ですね。あ、50枚か、50枚もらえた。で今100枚です。はい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 。あ、ここもカットインは中ですけど、うん、これを押すとこう強に変わったりするんですよ。なるほどなるほど。カットインが弱くてもこれでちょっとね期待度を煽ったりします。はい、まあ最低30ですね。はい、これで130枚、これが一番弱いカットインなんですけど、あー変わらない。7ドル失敗すると終了のピンチです。あー、これで失敗ですね。はい、あ、ただ黄色なんで 70% ぐらいあったかも、ループ率。なるほどなるほど、ちょっと下手くそでしたね。ただこれで130枚の疑似ボーナスに突入しますよということです。で、まあ、ダイトさんではおなじみなんですけど、 AT 中にこうカウンターがあります、はい、このワサムレツリーも。でこちらに炎のカウンターがあるんですけれども、全部で6つ点灯することができれば、うん、炎上戦というセットに入って、はい、また炎上戦に突入した際にはですね、あの恩恵がありますので、その時にちょっとお話ししていきたいと思います。お願いします。あ、で、今小十郎が出てきてますけども、ボーナス中のレア役小十郎助立ちっていうまた別の特化ゾーンの抽選が行われています。これ小十郎助立ちも強いですからね。あ、弱チェリーちょっと弱いかな。でカットインもこうエフェクトが赤だったりすると強いです。煽ってはいますけど多分ここはない。ボーナスの種類も結構様々あって、はい、まあ、言うとごちゃごちゃなりますけど、まあ、サムネボーナス、そして次のセット勝利確定のメゴ姫ボーナス、あるいは上位のボーナス雪村ボーナスで、特化ゾーンも先ほどの追撃で、今出てきた小十郎助立ち、秀吉決戦ですよ。あります、秀吉決戦で。今回ですね、秀吉決戦かなりハードルが高くて、はい、秀吉決戦に入る前に秀吉ジャッジメントっていうところに行くんですね、はい、まあ、そこまで行けば何かしらの特化ゾーンが必ずもらえるんですけれども、でボーナス中にハズレが出ることがあるんですが、そのハズレの時に先ほどちょっとお話しした秀吉決戦のポイント、秀吉ジャッジメントのポイントをですね貯めてます。それが規定ポイントに貯まると秀吉ジャッジメント、そこを突破すると秀吉決戦というめちゃめちゃ高いハードルでございます。さあこれで1セット目クリアして最初のボーナスを、消化したところになります。でこの終了画面、次回雪村決戦と出てるところでプッシュボタンを押すと、その秀吉ジャッジメントのポイントの示唆ですね、うん、これが白、青、黄色、緑、赤、赤までいけば近いですよっていう感じです。で、2セットも同じです。まずは助玉の抽選ですね。今回も1個で、中身は黄色の子役で7を獲得で、ベルが揃った時の期待度が 33%、うんうんうん、だベルが引ければチャンスですよっていうところですね。その他にも毎ゲーム7揃いの抽選してますので、ベルを引かないと継続しないというわけでもありません。その自力感もまた面白そうですね。そうなんですよ、うん、お、小十郎がいきなり出てきた。これはこれでチャンスですね。あ、行きましたね。さあ早速ベルを引いて 33% ですけど激アツ、これで継続確定です。こんな感じです。なるほど、結構やれる気がしませんか。確かに見てる分にはやれる気はしますね。でまずこうやってなんとなくセットを重ねてもそんなにね大きな出玉にはならないと思います。でまず目指すところはやっぱり炎上戦、6セット目までの継続かなって思いますね、うんうん、これで2セット目クリアです。で基本的に政宗ボーナスは50枚保証で、雪村ボーナス赤7揃いの場合は、初当たり時は最低100枚ということになります。さあこれで2セット目が終了ですので、まあ、炎のカウンターも今2つついているところですね。 もちろんここはまだ白のまま、ちょっと助玉が弱いんで2つ3つ欲しいところなんですけどね。今回も1つ黄色の子役で 50% ですね。今回はベルが引ければ 50%、 引けるときはポンポン来るんだけどね、引けんときは10ゲーム本当に引けませんからね。
やばい、こうなるとやばい。うーん、あと3ゲーム。お、チャンス。あー、レア役は強いですね。強チェリーなら継続濃厚です。なるほど。弱チェリーでもまあまあいくイメージだけど。あー、強いですね。今の弱チェリーで多分いってます。助かった、ベルは引けてなかったですけど。はい、これで3セット目クリア。簡単でしょ。そうっす。いや、まあそれはシーサーさんの腕だからだと思います。いや 88% って言われてるぐらいですから。まあ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 、やっぱ続くんですね、これが。ただめちゃめちゃ弱いですよ、スケ玉の中身は、うん、ここまで。確かに。はい、まああっという間に3セット目クリアして4セット目ということになります。1個黄色の子役で33%。弱いな。さっきより弱いですね。あー、でもおっと、こうやってマイゲーム7ドルの抽選もされてるので、うん、まあ、まあまあ続いてくれると。あと青の子役出てきてないですけど、これが例えば青の子役で 100% とか、うん、青の子役で 50% だった場合はこれ7がそれはもちろんボーナスですけど、7が外れた場合は必ずリプレイなんで、はい、青の子役の時はこれカットイン来るだけで熱いんですよね。なるほど。あー、残念。あ、引いた。でも 33% なんですよね。おー、強いぜ強いぜ。よしよしよし。いやー、強い。つなぎました、つなぎました。 33% 一撃で仕留めに行きましたね。いや、あれが結構ね、やっぱ10ゲームに1回引けるか引けないかぐらいなんで、うん、結構ヒヤヒヤの付け玉ですね。だから2つは欲しいんですよ。確かにそうですね。さあ、こちらは5セット目に参ります。あ、三日月目で 100%。 三日月目と言われる出目がこれですね。この今止まってるベルの小ぶりが三日月目と言われるもの、これが出れば 100% です。あ、おお、強い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 。これはもらったろう。あ、未確空でございます。いい。さあ、これで5セット目クリア。延長戦まであと1つとなりました。さあ、これで6セット目、ここを突破すれば次が延長戦ですね。あー、また1個か。今度はリプレイで 50% なので、まあカットインが来ても熱いですね。小十郎の時は三日月目なんでしょうね、太陽役が。やばいぞ、ラスト2ゲーム。あー、引いた引いた。お、 50% です。 50% 頼むよ。あー、あー、ピンチ。あー、引いた。2回引いとるよ。これは、あー、いった。強い。いったー。いこれで6勝目になりましたので、次が炎上戦ということになります。いや、やっぱその自力感楽しそうですね、本当に。いや、本当そうなんですよ。マイセットマイセット、かなり自力感があります、うん、でまず一つやっぱりこの目指すところが炎上戦なので、うん、まずここまでたどり着いてよかったなっていうところですね、うん、はい、というわけで今炎が6つついてますよね。この炎上戦が何かっていうのはちょっとこのボーナスの後、まだセット数浅いですけど、ポイントがなんか割と溜まってそうな感じ。ひょうたんがいっぱい出てきたんですよね。さあ、これで6セット目終了ですが、あ、黄色になってましたね。まあまあ黄色もまだまだですけど。さあ、そして注目はここ炎上戦でございます。で、炎上戦は何が通常のセットと違うかっていうと、最初の助玉が2個か3個選ばれます。で、しかも南の子役で青7っていう出てきたのが、はい、赤7が出やすくなります、まあ、さらに青7揃い発生時の約 50% で最初に言った追撃の抽選が行われます。だからいろいろいいことがあるんですね。確かに熱いですね。さあ、行きますよ。炎上戦です。はい、燃えましたね。ここは助玉が2つか3つ。2つ、1つ目、あ、来ましたね。黄色の子役の 33% で雪村ボーナス、こいつが熱いです、うんうん、でもう1つ、青の子役 100% ってことはカットインが来た時点でボーナス確定です。
しかも 50% で追撃です。おこのセットは熱いよ。でも欲しいのは雪村ボーナス。ベル引け、ここはあトリプレイでございます。ちょっと赤七を引くことはできませんでしたが、まあ、これで継続確定なので 50% で追撃です。簡単に終わらないっていうのが分かりますよね。そうですね、本当に簡単に終わらない感じしますね。そうなんですよ、うん、さあこの後追撃あるかどうかいきますよ。あーなかったですね。はい、ちょっとこれは厳しいですね、まあ、5か6かって言われたら5っぽいですけどね。まあそうですね、そうですね。まあでも逆に言うと、まあ、6でもやっぱり AT に入ってしまえば、うん、その弱とか強とかなくて確かに設定関係なく本当に出てくれるんだなっていうのは感じますよ ね、 そうですね、はい、8セット目いきます。あ、2個来た。1つ目リプレイの 33%、 2つ目ベルの 33%、 まあベルかリプレイ引ければ3分の1でっていうところですね。あ、今度はベルですね、 33%。 ここで雪村を飛ばせばもう7ストックなんですけど、これ失敗です。あーやばい、あと2ゲーム。なんか引いたぞこれ、多分ベルか、あ違う、あ飛ばした飛ばした、あさっきのベルで行ってたのか。終わりません、終わりません。あ緑になってますね。あそこは結構モードに期待できるんじゃないかな。なるほど、次の規定回数到達で本前兆にも期待が持てるのかもしれません。待ってますよ池田店長、気合い入れていきます。ちょっとまだですか。はい、ちょっとだいぶ時間かかってますね。まだですか。設定5か6って何ゲームハマってるんですか。そうですね池田店長、ちょっとこれ幸先悪いですね。あ緑まで行きましたね、ポイントね、緑まで行ってますよ。着実に溜めながら出ます。9セット目弱いなぁ。リプレイで 33%。 おー何ですか、レバーオンでレインボーに光りましたよ。今ご無事じゃろうか。これはもう決まったでしょう。ただあまりにも演出が派手だったんでちょっと期待しますよね、何が出てくるのか。確かに、はい、ただのただの青7か。特にこの後にボタンが出てくることもあるんですよ、うんうんうん、ただここはただのボーナスみたいな感じですね。あ、そういうことか、追撃だったってことか。おーほー追撃です。こんなポンポン来ないけどな、追撃。いやー面白い。いやーこの天と地のような大量差ですね。そうですこれ1と6っていうぐらい差があります。そうですね、うわほんと申し訳ないぐらいこっちは楽しんでますけど、まあだからここが前作の秀吉決戦に似た感じでもありますよね。すでにレアイク引いたか、チャンス目。お熱い、チャンス目は青7ストックみたいな感じでしょうかね。いややばいな、終わらんばい、やばいな。はいはいはい、いや
これで今220枚、やばい。我が剣撃を受けてみよう。なんだ今の。戦況を傾かせてやろう。ナビストックとかか、ナナストックってことか。はい、結構後継続なのかも。これで270枚の上乗せです。強い強い。そして300枚いきましたよ、追撃で。やばいやばい。あ、ここは弱い。あー終わったか。まあでも上乗せ300枚7ドル8回は十分でしょう。 70% ぐらいかな。ほい、本気を出すまでもなかったな。まさか、もう天井やん。天井ですね。もう今36回ですね。何やってるんすか。何回英気を養えばいいか分からなくなってきましたね、トミーさん。何やってるんすか。ちょっと、はい、何を教えてきたんですか池田店長に。店長たるものやっぱり自分自身でこうね、面白いぞっていうところも発信していかないと。そうですね。さあこれで300枚のボーナス終了。あ、赤までいったよこれ。やっぱ今ボーナスは結構消化してたんでポイント溜まってますね。だいぶ秀吉ジャッジメント、いやこれ見れるかも。これ5の方がポイント溜まりやすいとかはあるんですかね。わかんないんですよ。あ、しかも助田は3つ。初めて来た。青で 33% 黄色 33%。 ただ黄色の子役 33% 取ったら200枚オーバーです。ボーナスこういうのもあるんですよ。そうなんです。で、三日月目で 50% だから、まあリプレイベル三日月目ドル引いてもチャンスということですね。わー熱いな。つけ玉3つとか来るとだからこのセットが面白くなるんです。マジでちょっと赤までいっとるよ。ちょっと赤までいって秀吉ジャッジメント見れなかったらめちゃくちゃ残念。頼むよ。お願い。これはやばい。ラストあ、三日月目は 50%。 頼む。よーいった。おほほほ、危な、すごい。ラスト1ゲーム やっぱ見せる男は違いますね。いや危なかったですね今のは。終わるかと思った。すごい。あ、間違った。まあまあ大丈夫、揃えなくても大丈夫。僕はもうナビ45まで来ましたね。もう天井ですね。はい、必人は近いって何だったんだあれは。さあポイントがどうかな。あ、これが秀吉の絵に変わるんですよ、秀吉ジャッジメントの時、うんうん、ってことはまだってことですね。なるほど。だいぶたまってはおりますけれども、いやそこまで行きたいな。11戦目。あ、3つ。黄色で 50%、黄色で 50% ってことはベル引けばだいぶ熱いってこと、うん、でベル引けば2つ7をもらえるかもしれない。あ、お 100%。 これはベル激アツ。ベルめちゃくちゃ熱い。ベル激アツ、絶対ベル引け。おー、ベル引く前に決まりそう。お、一角。ただここベル引きたいセットでしたけどね。まあ1画目出ましたんで。おー、ダブル、ダブル、ダブル100枚、3桁です。これは100枚のボーナス消化できるイコールポイントもたまりますんで。確かに、確かに。これは熱いよ。これは熱いな。お疲れ様です。いやいや本当に。あ、一応そこ今軍技ステージ行ってますけど、はい、軍技ステージはどっからでも入る可能性あって本店長の、うん、期待がこうアップするアップするステージですね。ほな、この750ゲームは一回も見てないので。あー本店長、もうこれは間違いない。でもこういう天球日の実戦とかでハマる分にはまだいいじゃないですか。そうですね。いやでもプライベートも弱いので
そうなんすか。プライベートはパチンコとスロットどっちを打つことが多いですか。やっぱ結構両方打ちますね。あ、両方打ちます、はい、どちらかといえばスロットの方がまだ強いイメージは自分の中では、はい、パチンコはものすごく弱いですね。ものすごく相当負けてらっしゃるな。本当に相当相当ですね。サスケは来てない。さあ、金文字来ましたね。これ金文字の時は、はい、一応2回金文字僕出したんですけど、はい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 、2回とも真田丸向上線 100% だったんです。いや、その前振りちょっと怖いですね。金文字の時、いや、その因果関係があるかどうか分かりませんけどだとしたら熱いですよ。なるほど。いやー、はい、ね、遠かったですね。ようやく782ゲームですね。天井です。いやー、天井ここよ。池田店長絶対突破せんといかんですよ。そうですね。なんか引いた。あ、最高だ。最強の特化ゾーン秀吉決戦見れるかどうか、いきますよ。割と早かったですね。1000枚取る前に行きました。